NHK ベヌー101で平野仕様さんが着用していたニットを紹介します。一方で SNS 上では平野仕様さんのファッションに対するファンの反応が続々と寄せられています。こんにちは、皆さん。今回は NHK のベヌー101で注目を集めた平野仕様さんのニットにスポットを当ててみましょう。そのセーターは確かにミニマルなデザインと白黒のパターンが特徴ですが、 ヒラノシヨさんのオーラと相まって、まさに一味違った高級感が漂っています。このニットは性別や年齢に関係なくユニセックスで楽しめるため、3月8日は親友と一緒に購入し、お揃いで楽しむことをお勧めします。それでは、ヒラノシヨさんの登場に伴い、ますます気になるのは何を伝えたいのかという点ですよね。 ファッションにフォーカスして、いつも新しいスタイルを提案してくれる彼のセーターについて詳しく見ていきましょう。まず、彼が身につけているニットは、ジーンパー雪尾芝の作品。具体的には、アブストラクト WJQ ニットで、ブラックとホワイトの配色が3万8000円、税込み4万1800円で手に入ります。このプルオーバーニットは、 ふんわりとした温かみのあるアクリルウール糸を使用しており、ダブルジャガード編みで流動的な抽象柄を表現しています。デザインの一環として、袖口には親指が抜けるサムホールが施されているのもポイントです。一方で、SNS 上では、平野仕様さんのファッションに対するファンの反応が続々と寄せられています。例えば、アカウントアットマークは、平、書、さんが、いちごじゃなく、ストロベリーという言い回しや、平野仕様と、 という言い方、可愛らしいポーズなどにメロメロになっているようです。その可愛さについて、なんでこんなかっこいいのに可愛いんとの疑問がついて回るほどです。平野史洋さんのファッションセンスに触発され、新しいスタイルに挑戦したくなるのは私だけではないはず。彼の着こなしに魅了されながら、一緒にファッションの審査会地を切り開いていきましょう。 平野潮さんのファッションは常に新しく、彼の個性が引き立つ魅力的なアイテムが揃っています。彼のファッションを通して、私たちも新たな視点で楽しみ、共感し、会えるコミュニティを築いていきましょう。最後に、この記事を通じて彼が着用しているシャツと同じ柄を見つけるのは至難のなり合いかもしれませんが、見つけ次第最新情報を皆さんにお届けすることをお約束します。どこで手に入るのか。 ぜひ楽しみにしていてくださいね。ファッションの新しい視点から見たい方のために、このセーターと同じ柄のシャツがどこで手に入るのか、私たちも気になりますね。もし見つけたら、迅速に最新情報をお届けしますので、楽しみにしていてくださいね。